9万円以上のダウンジャケットを購入するときに気をつけるべきことということでお伝えしていきたいと思いますけども、必ずどのブランドにもこだわりがあります。で、高ければ高いほどダウンジャケットっていうのは軽くなるんですね。はい、本日ですね、9万円以上のダウンジャケットを購入するときに気をつけるべきことということでお伝えしていきたいと思いますけども、ずらっと9万円以上のダウンジャケットを並べさせていただきました。で、ここに出せないやつに関しては、ちょっと、値段と合ってなくないと思ったから出しませんでした。まあ、どことは言わんけども、察してください。で、いろいろお伝えしていきたいと思いますけど、まずお見せね、ダウンジャケットって別に高くなくてよくね、安いやつでよくね、むしろ高いやつでオーバースペックじゃねっていうお声が聞こえてくると思うんですけど、ご安心ください。高ければ高いほどマッチ向きです。安ければ安いほど過酷な環境に向いております。なので一般的に思われている概念と全く逆やと思っていただいて結構です。というのもですね、なんでかというと、高ければ高いほどダウンジャケットっていうのは軽くなるんですね。で、安ければ安いほどダウンジャケットっては重くなってくるんですよ。だから僕も昔ね、子供の時とかなんかダウンとかって重たいから嫌やねんなって印象があったんやけど、それって安いダウンしか着てなかったから、なんか重たいとかしんどいとか疲れるとか動きにくいとかって思ってたんやけども、高いダウンジャケットってちゃんと動きやすくなってるんですよ。もちろんパターンからそうやし、ダウンもそうやし、今からそういうところをお伝えしていきたいなと思いますので、そういうの見分け方をね、お伝えしていこうかなと思います。だからこの動画を見ていただいている皆さんは、恥ずかしいからオーバースペックなんて言わないでくださいね。よろしくお願いします。ではまず一つ目っていうのがですね、必ずどのブランドにもこだわりがあります。で、安いブランドに関してはちょっと後で出そうかなと思ってるけど、それはあんまりこだわりがないです。だから説明欄、商品の説明欄見たら、書いてることふわっとしてることばっかりで大体大したことない。で、ちゃんと書いてるとこは大したことある。で、そのちゃんとって何かというと、まずはダウンの産地ですね。必ずダウンの産地が書いてるとこっていうのがあるんですけど、そういうとこはきっちりします。例えばこれピレネックスって言って、モンクレールのダウンジャケットの元々中のダウンだけ作ってた会社が、わしらもちょっと工場だけじゃなくてブランド作ろうやって言い出したのがこのピレネックスなんですよ。ってことは中の綿一緒なんですね。で、これちなみに中の綿に関しては、モンクレールとかもね、中パーって開けてもらって、ここね DIST って書いてるんですよ。で、もともとこれは何かって言ったら、キャトルフロコンっていう団体があったんですよね。で、それはちゃんとしたダウンジャケット扱ってますよっていうところだけが、出せるんやけど、まあ、それが今は DIST っていうところに変わってて、要はこれがあるってことは、ちゃんとした高品質なダウンジャケットで、ちゃんとしたルートを通ってきてますよと、合法なルートを通ってきてますよ。え、合法じゃないやつもあんの？あるんですよ。むちゃくちゃなやつもあるんやけど、それちょっと一回置いておきましょう。で、この DIST があるよと。で、これはフランスの、ダウンは2種類あります。実はこの2種類でも大きく違います。じゃあこれ見てみましょう。ここにあります、ナンガのダウンジャケット、オーロラダウンジャケットっていうダウンジャケットで、こちらにあるのがオーロラライトダウンジャケットっていうジャケット。あれ、ライトがついてるのついてない、それだけかなと思うじゃないですか。値段がね、倍ぐらい違います。これ4万半ばぐらいで、こっちは9万円ってことで倍ぐらい違うんですけど、なぜ今回9万円以上のダウンジャケットっていうと、最低価格がこれだったんですよ。で、これ以上のやつが良質なダウンジャケットと思っていただいたらいいんですけど、このナンガの方あかんのって話になってくるじゃないですか。一回ナンガのお店行ってね、両方着てみてください。全くと言って別物です。こっちがね、同じダウンでもダックっていうアヒルのちょっとちっちゃい綿を使ってるんですね。で、こっちに関してはグースっていうガチョウの方を使ってるんですよ。で、それの 胸の径なんで、大きいものの方が必然と綿が大きいんですよ。ふんわりしてる。なのでね、なんか、同じブランドの中でもランクで、違うのあるんですよ。やっぱ価格にしっかり出てくるんですよね。で、このグースの方に関しては、やっぱり綿のパンパンさが伝わってくるし、なおかつ軽いんですよ。だから、あったかいのに軽い。で、まあ、フィルパワーとかもあるんですけど、今日はそれちょっとややこしいから簡単に言います。これが860っていうフィルパワー。で、こっちが760っていうフィルパワー。100ぐらいフィルパワーの違いあるけども、それ以上になんでフィルパワーが違うかというと、もともとの水鳥の大きさが違うからなんですね。なので、ダウンを選ぶときは基本的にはグースを選んだ方が高いです。で、ダックで高いってことは、バタが高いんじゃなくて、なんかブランドネームが高かったり、ロゴが高かったりする可能性があるので、まずはグースであるかっていうところは確認していただきたいなと思いますので、安いダウンジャケットには絶対記載しません。グースなのかダックなのかなんか絶対記載しなくて、記載しないってことはダックです。普通に考えてグースやのに、表記しやへんってことはありえないので、まあ、グースやったら絶対グースですか、マザーグースですかって絶対言いますので、グースを購入されると。で、これの違いって、旗から見てたら違いないよと。例えばこれ、安い方のダック着てるやんって、でこっちグース着てやん、はっきり言って見てる方からしたら変わらんって言うかもしれないし、確かに変わらへんと思うんですよ。やけどどれぐらい違うかっていうと、車で言ったら軽自動車と普通の自動車ぐらい乗り心地違います。軽ってとにかく跳ねるんですよね。で、別にそれはそれでいいんですけども、値段もやっぱり違うじゃないですか。まあ、最近の軽高いからちょっと話変わってくるんだけども、見た目的にはそんなに別に軽自動車乗ってるか乗用車乗ってるか旗からしたら誰も気にしないです。だから本人としては、あ、全然違うなっていうのを体感できるので、まあ
高級ダウンとかちょっといいダウン買いたいなっていう方は、まあ、とりあえずマザーグースにしてくださいと、まあ、そういう意味で言うとこのナンガの方は潔いですよね。自分でこれグーダックやって言ってるから潔いんですけど、まあ、大体ユニクロとかノースウェイスとかのは、まあ、7万円以下ってなってくると大体ダックの、ダウンが使われてるので綿にはそこまでこだわってないということは暖かくはない、そして重たいっていう、イメージになってくるかなと思います。そして次がですね、いやいやこのデサントなんか15万するけど13万ぐらいするけども表記しないよと、ダックでもないしグースでもないって何とも言ってないよ、ほんならこれぼったくりじゃないかってなったりするんですけど、やっぱりどっかにはこだわりあるんですね。これなかなか分かんへんの、どんなんやってね。この場合に関したらはっきり言って、まあ、説明欄とか見たら分かるんですけど、岩手県で、日本の岩手県の特化した縫製工場で作りました。もちろん岩手県素晴らしいところでちゃんとやってるのもそうなんですけど、ダウンで歌い文句がないので、その代わりちょっと変わった仕様になってるんですよ。例えば防水の生地になっててシームレスになってるんですけど、同じくユニクロでもシームレスあるんやけど、ユニクロのシームレスは剥がれたら終わり、僕視聴者さんから預かったけどももうボロボロになっております。ただこのシームレスって剥がれることが多いんですけど、デサントの場合は公式のクリーニング店っていうのがあるんですよ。だからアフターケアまできっちりされてるから、もし剥がれた場合は全額返金しますっていう風にも書いてあるぐらいなんで、それぐらい自信を持って作ってるけども、某ユニクロに関してはですね、ユニクロも素晴らしいブランドだけど別にそういうアフター保証はないので、気に入ったものを長く着るとか、あとは物を大切にするとかっていう理念ではない、壊れたら捨てりゃいいわっていうところなんで、まあ、お気に入りのものを長く着るという発想ではちょっとないかなと思いますので、まあ、そういうところでこだわりがあるんじゃないかと。でちょっとこの縫製は難しいんですよね。前がね二重ジップになってて、この1重目の外と2重目の中っていうのがあってね、こういうちょっと特殊な縫製をしてるっていうのも国内ならではの、ね、縫製やなと思います。やっぱり中国とかってなってくるとちょっとこの辺が荒くなってきたり、なかなか難しいなと思いますので、まあ、値段的にも妥当な感じじゃないかなと。まあ、フードなんかもねこれしまえるような設計になってるので、ファスナーを開けて初めてこれフードが出てくるっていうような仕様になったりとか、普段は雪とかが入らないように、やっぱフードって雪入るんでこうやって入らんようにもなってたりっていうことでね、こだわりが出てるんじゃないかなと思います。そしてですね、次は素材ですね。ここに並んでるやつ全部そうです。タツラスとかモンクレとか全部そうなんですけど、生地にね普通に売られてる生地ではなくてもうプラスアルファの加工がされてるんですよ。で普通に売られてる生地どんなんていうと、まあ、各メーカーさんのね生地がいろいろとあるわけなんですけども、もちろんこだわりのある高い生地があったりするんですけども、その中でもね安い生地っていうのもあるんですよ。某メーカーが使ってる生地とかもあったりするんですけど、やっぱそういうのは基本的に他社と被るんですよね。だからあれこの生地って某有名ブランドで見たけども、あのブランドでも見たよねってなったら、やっぱり価格だいぶちゃうけどこれどうやってんのとかっていうのがあるんですけど、こっちに関しては独自で開発したりとか、プラスアルファの加工して水が入らないように撥水の加工したりとかっていう特殊な加工があるんですよ。まあこのダーミザクスって言ってね防水の生地が出てたりだとか、あとナンガもねオリジナルで防水生地を開発したりとかっていうことで、量産型じゃないというか、ただロゴだけ変えましたっていうのじゃなくて、生地からちょっと変わってるっていうところもね、それぞれのブランドの高い理由になってくるんじゃないかなと。だからロゴだけで見たら、いやモンクレールめっちゃ見るで、いやいやピレネックスめっちゃ見るでと思うんやけども、やっぱりモンクレールはモンクレールならではの生地感を採用してて、まあこのテカテカが嫌っていう人いてるけど、テカテカじゃないやついっぱいあるから、そういうのもちょっと特殊やったりとかしますし、なんかもうやっぱりいかにもアウトドアの寝袋で使ってるのと同じ生地使ってるから、ちょっとアウトドア感が出てたりとかするっていうところで、まあそれに関してはね、このオーロラダウンとそこまで違いっていうのはないんですけども、まあこだわりはありますよねと。で逆に中綿にこだわってなくて、外の生地だけにこだわってるブランドっていうのが、やっぱりこの辺のですよね、ノースフェイスとか、あとはね台場とかはもう中綿に関してはちょっともういじらんといてくれと、言わんといてくれと、もうそれに関して目つぶってくれと。やけど外の生地に関してはしっかりゴアテックス使ったりとか超機能性なものを使ってますよと。でここで出てくるっていうのは大体カナダグースが出てくるんですけど、カナダグースももちろん機能性としてはいいんですけども、それよりもなんでコストが高いかっていうと、中綿もこれ625フィルパーとかなんですよ。だから全然ユニクロよりフィルパーは大したことないんやけども、やっぱりあくまでカナダ国内で全部生産してるっていう、人件費ももちろんかかってくるし、まあ、今回この中に入れてないっていうところはやっぱりダックなんですよね。グースじゃないんです。カナダグースって言ってるけどもダックを採用してるっていう、まあ昔はもしかしたらグース使ってたんかもしれないんですけど、まあ、そういうところでこう中綿を語るっていうところにはちょっと向いてないかなっていうことで今回外させていただきました。で次はね、まあ、オーバースペックっていうところの最初のお話もあったんですけども、やっぱり逆に軽いっていうところなんで、街中で着るには持ってこい、街中に重たいダウンジャケットいらないので、軽ければ軽いほどほんまはありがたいんですけども、やっぱり過酷な環境とか雨降るとかってなってきたら防水ジャケットでガシガシで重たいやつでもうカバーしやなあかんって
になってくるけど、別にまあ街中で傘差したりするぐらいから別に防水とか撥水効いてるから、まあ多少傘差しててここ濡れるぐらいだと全然問題ないっていうことなんで、やっぱりより高ければ高いほど街向きになってくるっていうところになるんじゃないかなと思いますし、あと値段が高いものって別に全てがいいわけとは思わないんですけども、まあもちろん外してるやつもあるからねいいとは思わへんねんけども、やっぱり何っていうと、僕も20代の時はこんな高いのいらんやんとかって思ってたけど、30代になったらそれぞれの TPO があるわけなんですよ。ほんならそういう時にそういう人らと会う時に一人だけ違う変なやつ着ててええんかってなってきたら相手に失礼ですし、そういうところに行く機会がない時はあんまり思わんかったんですけども、ちゃんと相手様がきっちりしてる時ってこっち側もきっちりちゃんと失礼になってくるので、そうなるし、別に毎日が高級ダウン着る必要なんかなくて、汚れてもいい時なんかはもう普通に例えばノースフェイスとか、ユニクロとか着てもう汚れてもう関係ないっていう感じなんですけど、まあ、それ相手見てダウンジャケット選ぶっていうのもね、まあ大体仕事できる人ってそうやってはるじゃないですか。だからまあこういう高級ダウンっていうのはね必要になってくるんじゃないかなと思います。やっぱ赤ちゃんでよだれベロベロ垂らしてるのにじゃあモンクレール着ろっていう話ではなくてね、 TPO に必ず合わせてやるのが大事かなと思うんですが、ただデメリットがあります。やっぱり高級ダウンって皆さん思ってると思うんですよ。いいのはいいんやけど、ダウンってクリーニングないって。そうなんですよね。車もそうなんやけども、オイル交換あったりとかそういうのが邪魔くさいっていう方多いじゃないですか。オイル交換も俺はせんとそのまま乗んねんって言って乗ったら傷じゃ壊れるとかね、よくあるあるなんですけども、ダウンも同じくクリーニングは出した方がいいんですが、だいたいこういうメーカーのところっていうのはアフター保証までやっております。だから各店舗とかに持ってって、すいませんクリーニングお願いしますって言ったら、例えばモンクレールなんかは日本の国内に一緒にやってるクリーニング店があるんですよ。提携してるとこあるんですよ。でそこに出してくれるんですよね。まあ要は代わりに出してくれるから、そこを自分で見つければ直で行った方が早いんやけども、まあそういうのが分からへんって方は店舗に持ってったり、店舗に郵送することで対応していただいたりとか、まあさっきも言ったけどデサントとかやったら、その公認のクリーニング店とかでこう出してたりする中で、あっちゃく剥がれたってのは多分代金返金全部してくれるとかね、十何万返金してくれるとかっていうのもあったりするし、そういうアフター保証までねきっちりしてるっていうところだから、買っても終わりもう知らんじゃなくて、買った後もしっかり大事に来てくださいねっていうねスタンスが感じれるんじゃないかなと思います。まあ、ただ全部が全部やってるわけじゃないので、まあその辺はねちょっと気をつけていただきたいなとは思うんですけど、まあそういう風な、メンテナンスとかケアとかっていうのはね、僕自身も自分でダウンとか作ったりしますので、あそういう提携のあのクリーニング店をね今見つけようと思って探してはいてるんですけども、いかにこうお客さんに喜んでいただくかっていう、まあ満足度を高めるっていうような、ね、商品になってるからなと思います。で価格なんですけど、価格に関しては一番お買い得に買うのであれば、ちょっと見た目的にはっていうのもあるかもしれんけども、やっぱりこのナンガの860フィルパーのグースダウン、これに関してはほぼモンクレールのダウンと変わらんって言っていいと思います。っていうのもモンクレール自体もフィルパーは言ってないんですよね。800以上っていう言い方してて、何やそのいや曖昧な言い方って感じだけど、800以上っていう言い方してるんですけど、このあたりのクオリティになってきたらね、やっぱりユニクロとかワークマンとかノースウェイスとはちょっと比べ物にならないんですよ。でもう着てる感じもめちゃくちゃ軽いし疲れへんので、着てて苦痛感ないんですよね。ただやっぱり海外のものって今ってモンクレールこれ確かに去年20万で買ったけど今26万になってるんですよ。その関税の問題とかね、円安円高の問題で値段が変わったりするけど、まあ、なんかもうちょっと高なってるんですよ。これ正直僕買った時って7万円台だったけど、今もう9万円台になってるから高くなってる。中の羽毛が高いからね高くなってるんだけども、この羽毛もはっきり言いましょう。1キロあたりの重さっていうのがね、ノースフェイスとかユニクロとかやったら1キロでだいたい5000円とかぐらいなんですよ。これ言っていいんかな、わからんけども言いましょう。5000円ぐらいなんですよね大体。まあどこで仕入れるかによっても多少は値段が変わってくるので別に言っていいでしょう。で5000円ぐらいで、次にもうちょっといいレベル、あいいやんちょっとええやんっていうレベルになってくると、だいたい1万円ぐらいになってくるんですね。でさらにもっといいやつ、もうほんまにこのレベル、モンクレールとかナンガとかになってくると、ダウンだけでやっぱり3万とかしてくるんですよ。だからだいぶ値段ちゃうでしょ。5000円と3万ってそんなちゃうのって違うんですよ。でさらにもっと上のところになってきたら、たまに羽毛布団、布団とかで使ったりするレベルとかであるんやけど、そんなんがねポーランド、ハンガリー、あとはアイスランドかな、なんかその辺であったりするんですけど、もうそうなってくるとね6万とかします。桁が1個違うぐらい値段違うんですよね。だから販売価格だけ見たら、うわ9万10万高いやんって思うかもしれんけど、原価から考えると逆にむしろ安いやつの方が高かったりするんですよ。そら劣化するわな、そらペタンコなるわ、そら重たいわっていうような感じもなったりするので、まあ、ダウンってねもう今後上がっていくばっかりやから、もし今後買われるって考えた方には別にこのブランドって特には勧めません。ブランドは好き好みあると思うから。じゃあどこ見ていくのっていうと、最初に言ったみたいにダウンの産地、絶対商品ページに産地が書いてます。で書いてないってことはそこは言えないから、で言えないってことはどこっていうことは大体中国です。
中国か台湾で、中国か台湾って書いても映えないのであんまり言いません。これ中国人の方見てはほんま申し訳ないけども、正直言うとそれが多いです。中国っていうのが多い。備品に関してもこう記事を歌えないとか、記事の特性を喋れない、だから曖昧なこと言います。高級なダウンとか、最高級の暖かさとか適当なことでごまかすけども、ちゃんと産地であったりとか記事の防水性とかを語れるってことは、商品ページがそんだけ充実してると思いますので、そうなってくると意味合いが出てくるかなと思いますのでね、そういうところを見ていただきたいと。でもちろん僕らもね、買って終わりじゃないから、買って春まで着るけども、あと皮脂とかでこの首のとこ汚れたりした時どうするんですかって言ったら、それはアフターフォローしてくださいよ。車屋さんでもそうですよ。トヨタで買いましたって喜んでディーラーで買ったんだけど、全然アフターフォローしてくれない。どうするんですか、オイル交換しますかみたいなことじゃなくて、電話でね、あ、丸村様、購入されてから1ヶ月経ちましたよね、あ、もしよければ点検してください、無料でさせていただきますのでって言ったら、あ、どこやないか、2台目もじゃあこうで買おうかなってなるけども、全然知らん顔してね、ぼーっとして電話した時だけ、はい、あ、いいですよなんて言われて、もうこいつあかんなってなってくるじゃないですか。だからそれはもうダウンも一緒、同じく一緒に年取っていくわけだから、ちゃんとクリーニングとかメンテナンスをねしていただけるブランドっていうのを選ぶのは大事になってくるんじゃないかなということで、本日はですね、9万以上のダウンジャケットを買う選び方っていうことなんですけど、おそらく来年だったらもうさすがに9万では出ないと思います。もう10万は絶対上がってくると思うので、10万にはもう乗ってくると思うので、もしこの辺を狙ってる方はね、はい、早めというか今年の方がいいんじゃないかなっていうことで、まあ、これ毎年言い続けますけども、もうダウンはいつ買うんですか、今、もうそれ以上ない、今それだけっていうことなんで、よろしくお願いします。ということで、また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。